はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。ハーツオブアイアン、イタリア王国でのプレイ続きをやっていきましょう。まあ、前回ですね、まあ、一通り、システムとかを簡単にですね確認をしていったところで終わってしまったんですが、今回はですね、まあ、その続きとしまして、まずはですね、ここエチオピアの攻略戦ですね、エチオピアの併合戦、ここは引き続き併合に向けて動きます。で、まあ、いつか、まあ、そう遠くない将来のうちにですね、ドイツが、まあ、ポーランド、あるいはフランス、オランダ、このあたりと侵攻をかけていくと思いますので、まあ、その時にイタリアがどっちにつくか、まあ、今ではね、やっぱりドイツ側について、まあ、フランス領を侵食しつつ、特にですね、このアフリカでかなり大きな勢力を誇っているイギリス、フランス、ここをですね、アフリカからまずは追い出そうと。いうのを今の時点では目論んでいます。なのでまずはエチオピアですね、ここの攻略をしていきたいと思います。で、研究のところですね、今ご覧のものを研究してます。まだ、時間がかかるものが多いので、まあ、これらをやりつつですね、ちょっとこの歩兵装備1938年のものだけですね、まあ、少し時間が経ってしまってもったいない感はあるんですが、変えていきます。理由が2つあって、1つがですね、まあ、その時間が452日とすごくかかってしまうっていうのと、あと今後のことを考えたときに、どうしても石油とかゴムが不足するんじゃないかなっていう懸念があるので、この人工石油実験、これをねやっていきたいと思います。282日かかりますが、これに変えていきましょう。なので今レジーナ・マルゲリータ級、これ戦艦ですね、これとあとはこのマキサエッタ、これは飛行機で、あと今変えたこの人工石油実験、それに電子機械工業の4つを研究としていきます。で、外交に関しても、まあ、今すぐに必要かというのはあるんですが、今後のことを考えてフランスへの戦線目標の戦争目標の正当化、これはねやっておきたいと思います。まあ、どこでもいいので285日、まあ、1年近くかかりますからね、やっておきましょう。で、貿易は引き続きやり、建設もねパンパンなのでこのまま進めていきましょう。で、ラインなんですが、ここにですね今入っていないものでちょっと見ていくと、一つは輸送船団ですね。輸送船はいくらあっても足りないというのもあるので、輸送船をちょっと追加しておきたいと思います。で、あと歩兵ですね、これもね、しっかりやっておきたいと思います。歩兵への装備でいうと、今この歩兵装備1が一応稼働はしているからいいか、まあ、このままにしときましょうかね。そしたらで、あとは兵団、まあ、ここも問題はないでしょう。ということで徴兵をしていきましょう。まあ、展開はどこでもいいんで、まあ、とりあえずイタリアの本国で展開をしておきましょう。まあ、ローマあたりで特に問題はないかな。ラティウムが選択されてますけど、まあ、ラティウムでいいでしょう。ニュー歩兵ということで、ニュー1とニュー2っていうね手段を追加しておきましょう。で、今徴兵した後ですね、訓練がされないと、まあ、強引に戦地に送ることもできるんですが、まあ、十分な能力を発揮できないということがあるので、まずは訓練をする必要があるんですが、訓練をするためには装備が揃わなくてはいけないと。で、今人的資源は6300分の6300で満たしているものの、装備が全く、配布されていない状態になってますので、これはね先ほど歩兵装備を作っていますけども、これをね、あてがっていくという感じになります。
まあどうだろう、10個大体ぐらいは作っておきたいですね。で、これを見た後に生産ラインを見ると、歩兵装備がもうちょっとガシガシできてほしいなというのと、あとは支援装備ですね、追加しておきましょうか。こんなところでいいかなと思います。ミカドの軍需工場があるか、確かに全然動いていないのがいくつかありますね。であれば、どうだろう、戦車でも作っときましょうか。今19分の12動いてるっていうところですね。軍需工場19分の12って出てますけど、これを戦車を作り、これも作っときましょう。輸送船団も今海軍の造船所が11分の6なので、まあ輸送船を追加して、あとは駆逐艦、軽巡、あとは戦艦が全然作られる予定が2年後までないってなっちゃってるんで、となると造船所を作りたくもなりますよね。造船所が作れるところは、ここにも作れるかな、3箇所もう作っちゃいましょう、思い切って。で、造船所を作った後に気になるのが軍需工場ですね。他はパンパンかな。民需工場も作っておきたいけど、この辺は北アフリカには全く作れない状態になってるな。よし、こんなところでいいでしょう。まあ建設がなればまた生産ラインに導入する工場を増やしていきましょう。ではちょっとね、前置き長くなってしまいましたが、時間を進めていきます。まずはね、目下はこのエチオピアの平行線ですね。アディスアベハまでまだもうちょっと時間かかりそうかな。今前線がここに形成されてますね。で、エチオピアの師団に対して今包囲線を展開しているような感じになってますね。なので、これはこのまま進めましょう。で、あとは見ておかなきゃいけないところで言うと、この地中海で言うとどうだろうな、フランス軍といずれ交戦することを考えると、やっぱり兵站を早めに整備して、徴兵もね、しっかりやっていきたいとこですよね。このフランスとの国境地帯とか、かなりの軍団が双方ひしめいてるけど、これでフランスとのまた外交状況が悪化してる感じがありますね。イタリアのエチオピア平行線がどうなってるか、ちょっともう一回覗いておきましょう。まだ前線の押し上げに時間がかかってるかな。
まあ、南からもね、一応エチオピア領には迫ってはいっていますけどね。まあ、ここにはアフリカの第二師団を配置してますけど、司令官を配置してませんからね。まあでも前線が徐々にアディスアベバに近づいていってる感じはあります。で、徴兵の状況がどうなってるかというと、訓練済みの師団が2個になってるね。で、我らが海ができましたと。で、ラインラントに進駐したか、ドイツはフランス国境近くのラインラントに軍を進駐させたというとこですね。で、我らが海が一つできましたので、次の国家方針を決めていきましょう。で、我らが海、これですね。今、できましたというとこなので、じゃあ次どこに行くかなんですが、空軍。で、この空軍改革をするためには、以下のいずれかが必要で、陸軍優先、我らが海。なので、我らが海を今やったばかりなので、これで解消していけば空軍改革ができますね。では、空軍の改革に力を入れつつ、徴兵ができた部隊を配備していきましょう。今、新たに2個師団を投入したはずです。このニュー1、ニュー2って出てますけど、これが今新たに配備した師団ですね。まあ、こんな感じでどんどんと、陸戦部隊、歩兵部隊を作っていく感じになります。で、このイタリアの第6艦隊とイタリアの第2潜水艦隊は今待機中か。まあ、まだ海戦が発生するような状況ではないので、まあ、このまま様子を見ていきましょう。気がかりは、やっぱりここですね。まあ、あと1ヶ月ほどでアディスアベハも落とせるんじゃないかなというところまでは来てますが。1938年になったらもう師団をね、各拠点にばらまいていった方がいいかなって感じにはなってきますけど、まだ即時戦闘っていう状況にはならなそうですからね。で、研究が完了しましたというところなので、次の研究に進んでいきましょう。で、電子工業ができたので、まあ、この次何するかですが、まあ、一つが無線。もう一つが機械式計算機。ここは無線だろう。オーストリアにはドイツが進軍してくれるはず。で、スイスは中立を保つでしょうということから、やっぱりフランス戦線なんですよね。気がかりになっていくのはこの先なので、まあ、この調子でガシ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 生産していきたいけど、ユニットはどんどん追加していきましょう。師団の数が多ければ多いほどいいということで、まあ、数の力でフランスを飲み込んでいく作戦ですね。では、しばらく腰を押し付けて、この
エチオピア戦線を見ていこうとしてたら、アディスアベバ条約が締結できる状態になりました。で、講和条件の要求が左側に出ていますが、ここで出てくるのがクグツ。イタリアはエチオピアに占領協力者を拘束してクグツ国に仕立て上げますと。で、すべての州を割譲、これにするとエチオピアをイタリア領にすることができるということですね。では今回はエチオピアを割譲 しましょう。アディスアベバ条約、イタリアはエチオピアを併合したということですね。でそしたらですね、このままもうこのイタリアが攻めたエチオピアに大きな軍勢を置いておいてもしょうがないというのがあるので、これらの軍勢は本国に帰らせましょう。で、イタリアはこっちにも手段がねいますからね。でこちらの軍団は解除しましょう。イタリアの南に展開している部隊だけ残して、あとは本国に一旦撤収だな。で先ほど解散したばかりですが、これを一つの手段にしてアフリカ駐屯の第一軍に再編成しましょう。でアディスアベバを攻略した部隊は本国へ撤収。で生産ラインはというと、まあ着々と徴兵はできてるけど、訓練度合いがまだまだな感じですね。
これでナポリへと帰還させていきましょう。早いね、撤収は。船だとやっぱり早いですね。スペインで内戦勃発ですね。で、これらも本国へ帰還させましょう。で、空軍改革が終わったと。よしよし。で、空軍が強化された後はどこ行くかだな。爆撃機への注力が良さそうな気はしてるんだけどな。あとは陸軍の近代化も興味深いけど、まあ、いずれにしても陸軍優先をしないと、次の研究が進まないので陸軍優先を選択しました。で、このアフリカの駐屯部隊はちょっと進軍させておきましょう。で、アフリカの航空基地では引き続き任務を継続。全ての師団が戻ってきたら、このアフリカを攻めた、エチオピアを攻めた部隊は解散していきましょう。まあ、ここはもう国境地帯は両軍が入り乱れてる感じだな。ドイツ領との国境地帯にはパッと見部隊が展開しているようには見えないですけどね。わからないですからね、ここからだと。で、スペインは内戦中か。スペインの内戦に介入もしたい気もするけどね。さあ、では軍を解散していきましょう。フランスとの国境地帯に軍を派遣していきましょう。着々とフランスとの戦いに備えて。で、ユーゴに関してはどうかな。ユーゴの方にも少し部隊を増援しておきたい気もしますね。装備がちょっと不足してるのか、もうちょっと支援装備と歩兵装備の生産ラインを増やしましょう。で、造船所も
増えてはいるので戦艦の作成を急いでもらいましょう。で、あとは政府の刷新か、どうしようかな。参謀とかつけてもいいかな。陸軍長官お、サエッタの研究が完了したね。星型エンジンと全金属製の軽量機体による単容器の導入は革命をもたらしたということですね。で、今1936年なので、どうしようかな。レジーナ・マルゲリータ級もできたし、となると次の研究ですね。今戦闘機の研究はある程度進んできてるんで、この次何を研究するか、このまま飛行機をもうちょっと進めるのか、戦略爆撃機とかいいな。ちょっと見てみましょうか。詐欺の対戦での経験から、次の戦争では敵の軍事施設や主要都市への爆撃が勝利につながると学んだ我々は、少なくともそのような損害をもたらす爆撃機を持たなければなりません。高高度を高速で飛行し、大きな最大積載量を備えるには複数のエンジンと大型の機体を必要とします。うん、これにしましょう。ピアッジオ、これはね、一つ作ります。で、もう一つは海軍ドクトリンやっとこうかな。潜水艦作戦とかいいね。我々は何も真っ向から敵に勝利する必要はない。うん、いいですね。これにしましょう。出た。政府の刷新の続きを見ていきましょう。海軍長官ね。まあ陸軍の長官とかは絶対必要でしょう。費用が150もかかるのか、結構かかるな。今230で画面の左上に政治力が出てますが、どうしようかな。150も使うのか。最高軍司令官、なるほど。150使うけど、いた方がいいよな、どう考えても。わあ、フィアットとかつけられるんだ。なるほど。ロケット科学者とか欲しいですよね。ガエータのクロッコ、まあ、ただここはまずは陸軍の参謀長官としてピエトロ・バドリオを雇い入れましょう。また政治力は貯めればいいですからね。はい、というわけで時間も30分、もうすぐなるかなというところになりましたので、今回は一旦ここで終わりにしてですね、次回続きをプレイしていきましょう。今回はこちらイタリアのエチオピア併合戦をメインにお届けをしました。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。